アニッタは、記録上2番目に古い、ヒッタイト人の王。ハッシ社を攻略し始めて、ヒッタイトの大王を名乗った。アニッタはクシャラの王ピトハナの息子である。父が樹立した、アナトリアの小国を受け継ぎ、その領域を広げた。彼は後に、小の王を意味する、大王を名乗り、その名乗りの伝統は、後のヒッタイト帝国の歴代王に受け継がれてゆく。その実績は、 年度版に刻まれたアニッタ文書に記されている。ナオコの文書は今のところ最古の筆体と語文書であり、またインドヨーロッパ語では最古の文字資料である。この年度版はおそらく後世のハットシリー一世が筆者させたもので、ハット社の遺跡から出土した。彼が従えたという王は王とはいえ村の王だったかもしれず、彼の王国が どの程度の規模だったかは不明である。それは、彼が、1400人の兵士と40両の戦車を率いと、誇らしげに記していることから伺える。筆体ト人は、宗教的理由から記録に誇張をしない傾向がある、ため、この数字はほぼ正確であると考えられる。アニッタは、割合小規模な軍勢を率いて、遠征を続け、後に、 ヒッタイト帝国の首都となるハッテュシャを攻略して、先住民ハッティ人の王、ピユシティを下し、この町を焼き払った。夜中に都市を攻略し、そこに草一本生えないようにした。我が後の王で、ここに住む者あれば、天なる天皇神の怒りに触れんと記している。彼は、その遠征に、鉄製の尺と玉座を伴ったという。当時鉄は貴金属であり、 金よりも高価だった。また当時のヒッタイトの拠点カネシュ氏の遺跡であるキュルテペからは、アニッタの名が入った名文を刻んだ、制度性のやり先が出土しており、その実在を裏付ける証拠と考えられている。プルシュアンダの王もヒッタイトに従属し、ヒッタイト人のアナトリアでの派遣が定まった。ただし、アニッタ以降に世紀にわたり、文字資料では、 筆体と人の動向は伝わっていない。ありがとうございます。